メーテオ、実際あっただろ。あったね、燃えてたね。下で支えてんのが巨神な。へえ、絵本の中の話と思ってた。六神とルシス王家は神話の時代に共闘した仲間同士だ。うわマジ、結構マジ。しかしいまいちピンとこねえわ。本人がこうだからな。そりゃどうも。このトンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。おお、この街でかいな。久々の都会って感じだな。あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。カップヌードルか、外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用に。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。最近自信ないけど。地震ってやつか。どうした？なんか頭痛い。あ、と思ったけど。大丈夫？平気。治った。あ？みんな生きてる。足あるね。あるある、元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああそうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。では、そろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。
ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって、無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあ、ゆっくり休んでね。ねえ、ボスケ。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。あ、わかった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。では、お気をつけて。今日も暑いな。一番最初は市場かな。ついてきて。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って、何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。よかったな。もっと盛り上がってよ。このお店、なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。工場でね、ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。大変そうだな。ん？大変？すごくない？まあいいけど。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。いますよね。あれちょっとかっこいいんだよな。相当慣れてるやつじゃないとチョコボで長距離行くのはしんどいぜ。
ここの飲み物全部いいんだよね。そうなんだ。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ。ここペゴラー展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。女の子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。ううん、喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたのノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと町で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコット。